国立音楽大学は、東京都立川市柏町五の五の位置に本部を置く、日本の私立大学である。1950年に設置された、大学の略称は、国立音大、国音。声門演奏、創作学科のコースは、3年時と4年時に分属する、もので、所属選手以外のコースを履修するか、所属選手に関連するコースを履修するか、表現力の強化などを行うか、 による。音楽文化教育学科も3年次と4年次に所属選手や選考以外の科目群やコースを履修する形のコース制を導入している。大学名の国立の読みは国立であり、1970年代まで国立市にキャンパスがあったことに由来する。しばしば誤って国立と読まれ、私立大学ではなく国立大学と誤解されることがある。 日本の音楽お及び音楽教育会に被災史上、山下洋介、宮田真由美、広瀬香美など数多くの音楽家を輩出している。12月に開かれる NHK 公共楽団の第9コンサートで合唱に声楽専攻の学生が出演することで有名。この演奏会の模様は毎年12月に2回 NHK 教育テレビで放映されている。 西武灰島線、多摩都下ノレール線、玉川上水駅より、下車と50分。ありがとうございます。